さて、まずはこちらの映像を見てほしい。この映像は最近米国防総省から入出した、軍機にあたる映像ファイルである。観測しているのは地球と火星の軌道の間、火星からおよそ5000キロ地点。米当局はこの地で太陽軌道を公転するティーポットを発見したが、なぜかその存在を長らく秘匿し続けてきた。彼らはなぜこの存在を隠し続けてきたのであろうか？私はこの謎を追うべく、調査を行った結果、断片的ではあるが、いくつかの恐ろしい事実を発見した。中国民大の思想家、上流の秘書、アスパラガスには次のような驚くべき情報が書かれてあった。曰く、天界に急須あり。これラッスン号令来という、天人の急須なり。天人、窪地に茶を注ぎ海となし、荒野に茶葉を巻き草木となす。いわゆる天地創造の急須なり。その凶暴さゆえ2900年代に滅ぼされた食人族、アー族は数々の言い伝えを残しているが、その中に世界の終末に関するものもあった。血のように赤く、そして熱い水が天からいつまでも降り続ける。その水は不思議と草木を煎じたような匂いがするのだという。赤い水で大地は覆われ、どんなに高くそびえ立つ山でも、水の底になるであろう。おそらくは紅茶のことだろう。旧約聖書の創世記では、世界は7日と6夜の嵐に襲われたというが、これは天から注がれた茶ではなかったのだろうか？この言い伝えを聞いたとき、私の中にはそのような疑念が生じた。世界に最後の審判の日が訪れるのはもうすぐなのであろうか？アメリカは一体何を隠しているのであろうか？あのポットは宇宙人による地球侵攻の装置なのであろうか？核心部分は何もわからない。